日本生命セパ交流戦楽天 8-2 ヤクルト、1日、楽天モバイル、楽天の村林樹月内野手が先制のスリーランを含む2安打4打点と大暴れした。両軍無得点の3回1死、小深田が死球を選び出塁すると、続く小郷が左前に流し打ち。1、2塁とチャンスが広がり迎えた第2打席、ヤフーレの変化球をすくい上げ、左翼席に放り込んだ。ダイヤモンドを一周し、笑顔で出迎えた今江監督とハイタッチ。プロ入り後自己最多の3号を放ち、コブさん、小深田、小郷さんが繋いでくれた。小郷さんはいつも塁にいる状態ですごいなと思って見ていて、僕もなんとか繋げば後ろに辰巳さんいますし、すごいバッターがたくさんいる。なんとか繋ぐっていう感じです、と振り返った。